どうした？何があった？ボス！何？クソ！どこだ？仕事は確認した。さすがだゴルゴ13。ゴルゴ13、約束の残金だ。数えてくれナタリー。あんた本当にゴルゴ13なのか？いや、ゴルゴ13に助手がいるとは聞いてなかっただけだ。俺が俺の引き受けた仕事で、何を使おうと依頼主には関係のないことだ。それとも俺の仕事に文句があるのか？いや、そんなつもりじゃ。なんなら試してみるか、本物かどうか。いや、とんでもない。確かにあるわ。出せ。フロリダ、東南アジアでもいい。私たちのこと誰も知らないところに行こう。ベン、200万ドルよ。私たち200万ドル稼いだのよ。どうしたの？嬉しくないの？あなたが土佐回りのサーカスから逃げ出して私と知り合った時、1000ドルで人殺しを請け負ってたチンピラだったのよ。それが今じゃ、1回の仕事で50万ドルを稼ぎ、あっという間に200万ドルよ。お前の教えてくれたゴルゴ13を名乗り、しかもお前の探してきてくれた仕事でな。ゴルゴ13、ゴルゴの偽物って仕事もそろそろ切り上げ時のようね。本人にバレないうちに。俺はもっと稼ぐ。ゴルゴの偽物じゃなく俺の手でな。何を言ってるのよ。ゴルゴ13の名を使ってるから相手は信用してくれてるのよ。ゴルゴ13と名乗っただけでポンと50万ドル。もう偽物はたくさんだ。俺は俺の腕で最高のプロフェッショナルになってやる。
ゴルゴの名前を塗りつぶして、その上にベンピアスの名をはっきり書き込んでやる。ゴルゴの名を塗りつぶして、あなたまさか。そのまさかお前さえ協力してくれれば必ずやれる。ベン、あなたは何も分かってない。ゴルゴ13がどんな男か、彼の怖さを。わずかだけど硝煙の匂いがした。後でその男がゴルゴ13だと分かったわ。ゴルゴ13一人に腕利きの用心棒たちはなすすべもなく殺されてた。そして彼、あっけなく殺された。早打ちには自信を持ってたのに。愛する男を殺され、ゴルゴを憎んだわ。私は、私にできる復讐を企てた。鼻っ柱の強い若者にゴルゴ13を名乗らせ、ゴルゴに払われるはずの金をくすねてやった。でも今はその鼻っ柱の強い若者を愛してるの。お願い、ゴルゴを殺すなんて考えは捨てて。それでも俺は。ねえ、落ち着いてよく考えるのよ。あなたは本物のプロフェッショナルってものが分かってない。それにゴルゴって男は鋼のような体を持ってる。俺だって負けてない。それだけじゃない。ゴルゴはジブラルタルの岩壁のような硬い意志と正確な射撃術を身につけているわ。ベン、あなたにそれがある？俺にはどんなところでも音を立てずに相手を倒せるナイフって武器がある。小音銃より確かな、つまり奴よりゴルゴ13より有利なものが一つ俺にはあるんだ。ナタリー、俺を男にしてくれ。ナタリー、いくら止めても無駄なのね。一緒にやってくれるんだな、ナタリー。お前のためにゴルゴをやってやる。あれがウォーレンコールご自慢のエル・カスティジョ号。 FBI の巡視艇に追われても逃げ切れるって代物よ。ゴルゴ13は確かにあの船に現れるんだな。ゴルゴがウォーレンコールを消す仕事を引き受けた。私が必死に追って掴んだ確かな情報よ。間違いないわ。よし、ウォーレン・コール、財界の大物であり裏の世界でも名を馳せている。このパーティーはコールが自分の力を示すために開くのだ。
自分がゴルゴに狙われているとも知らずに。採用だ。今日を楽しみにしてるよ。ありがとうございます。拳銃、その他の武器をお持ちの方はお帰りの時まで当方で預かります。これは皆様が我がカスティージョ号で快適にお遊びいただけるようにとの配慮のもと取られた措置ですので、ご協力願います。はい、失礼しました。金持ちたちのご登場か。彼よ。彼がゴルゴ13よ。どこに行くの？ちょっと挨拶だ。手伝おう。助かる。すみません、お怪我ありませんか？大丈夫だ。こんなとこで飯とはな。サーカスにいた頃を思い出しても。あんな真似してどういうつもりなの？でも私の取り越し苦労だったのかしら。ゴルゴ13ともあろう男があんな荷物も避けられないなんて。いや、やつはお前の言ってた通り精密機械みたいなやつだ。あの一瞬に周りの状況を全て確認し、それでベストな選択をしやがったんだ。もし奴が避けていたらガラスが割れていた。当然用心棒たちも駆けつけるはずだ。奴は余計な詮索をされるのを避けたかったんだ。だからあえて俺と荷物を支えた。しかも俺が武器を持ってないことも確認してやがった。誰にも気づかれず、誰にも注目されずに奴は去っていきやがった。自分の仕事をやり遂げるためにな。恐ろしい奴だよ。鬱陶しいかだな。ああ、バレたってことはないかしら。バレるわけがない。ただの間抜けな船員だと思ってるよ。
から行かない夜明けまでぶっ通しでこき使われるわけか。ぼやきなさんな、仕事だよ。俺のサックス知らないか。そう、皆様、今日は日頃の感謝を込めて美味しい料理と年代物のワイン、そして楽しいショーを用意いたしました。今夜は存分に楽しんでください。ショーの間が唯一コールを狙えるチャンスだ。その時こそこのナイフで奴の首を壁に縫い付けてやる。予定通りだ。次のショータイムの時、明かりは舞台だけになるわ。チャンスよ。ああ、分かってる。まさか、避けた。そんなはずはない。ダメだ、街は真っ暗だ。電源はどこだ。
るってことは。